10時30分までの30分間の放送です。こちらはモンゴルの声です。皆さんお元気でいらっしゃいますか？5月5日です。5月5日月曜日、ウランバートルの天気は晴れ。明け方の最低気温はマイナス1度、日中の最高気温は13度でした。風速15から17メートルの北西の風、湿度 43% でした。今日は初めにニュースを送りし、続いてミスラクダを眺める瞬間と題した特集をお届けします。番組の間には音楽もお楽しみください。それではニュースをお伝えします。大野科目です。ガビの狼2020国際野外演習が開始しました。カナダと農業分野で協力します。2020 UCI ロード世界選手権大会の2つの出場権を獲得しました。以上が主な科目です。2022年のゴビの狼野外演習がバインホンゴロ県で5月5日に開始しました。5月5日から11日にかけて開催されている野外演習は、地震被害を減らす対応策というテーマで主催されています。同野外演習をモンゴルの非常事態担当機構は、ザーモンゴルアメリカ国大使館、アメリカ太平洋軍が共催する展開があります。演習の際、モンゴルの非常事態担当部のセイバーたちがアメリカのアラスカ周辺の防衛たちと災害指導、瓦礫からの捜索と救助、猛毒で危険な化学物質を扱う際の安全な捜索、野外病院開設する共同演習をするということです。今回の野外演習にはモンゴルとアメリカの主催者トレマ以外、モンゴルのゴビアルタイ県、ザポハン県、オンゴビ県、ドンドゴビ県、オブルハンガイ県及び日本、オーストラリア、韓国など14カ国、自然災害削減する面でモンゴルで活躍する国際機関の代表者からなる3国民が参加しています。次のニュースです。外務省はバットスーリ食糧農業経営工業副大臣が8月25日カナダ・オタワにて同国の農務・農産食品省のミシェル・クーパー市場参入局長と面談したと発表しました。両者はモンゴルとカナダの農業分野での協力推進について意見を交換しました。両者はモンゴルとカナダの農業に関する合同委員会の第3回会合での合意実現に向けた取り組みについて情報を交換するとともに、協力のための目標達成の重要性を改めて確認しました。また世界的に危機意識が高まっている食料問題、食の安全性、食料不足、気候に強い農業、環境に優しい農業への支援、家畜衛生、遺伝学、9つ技術及び農業マネジメントなどの方向性に協力推進で合意しました。次のニュースです。モンゴルのサイクリング連盟が9月18日から25日にかけてオーストラリアにて開催される2022 UCI ロード世界選手権大会に参加する2人の選手の出場権を獲得しました。同大会はオーストラリアのニューサウスウェールズ州に位置するウランゴン市で開催されるとのことです。シドニーから
80km ほど南下したタスマン海沿岸に位置する都市です。数日前、トルコで開催されたシリーズ大会で、ウンブルの選手ジャンボル・ジャンツァが2つの大会に優勝し、モンゴルのサイクリング連盟は世界選手権に来た2つの金利を獲得しました。以前プロサイクリング大会にモンゴルの選手は一斉に2つの金利を獲得した経験はありません。モンゴルから世界プロサイクリング大会に2016年にメグマルスレン、2021年にジャンボル・ジャンツさんらが参加した経過があります。次のニュースです。水再生センター建設プロジェクトが実施されます。米国ミレニアム挑戦公社との協力枠で新たな水再生センターを建設することになり、起工式が8月25日に行われました。同施設は西部ソングハルハン港で建設される予定です。起工式にはフレルスフ大統領、バットチェツグ外務大臣、ダニエル・クリテンブリンク国務次官補、マイケル・クレチェスキ在モンゴル米国特命全権大使、バトバイル中米大使、ミレニアム挑戦公社のキャメロン・アルフォード副社長代理をはじめとする関係者らが出席しました。米国ミレニアム挑戦公社は政府とのコンパクト契約枠組みでウランバトル市の水供給能力拡張に向けて地下水浄化と水再生センターの2つの建設プロジェクトを実施します。次のニュースです。在モンゴル日本国大使は九州沖縄モンゴル友好協会の代表者と意見交換しました。8月26日小林博之在モンゴル日本国特命全権大使はモンゴル訪問中の新藤和明九州沖縄モンゴル友好協会会長らとの意見交換を行いました。意見交換の中で新藤会長から九州沖縄モンゴル友好協会が美子さん石油復興プロジェクトに取り組んでいることが紹介されました。この石碑は福岡県福岡市西井郡の山頂にあり、原稿時のモンゴル人犠牲者の慰霊のために1895年に建てられたと言われています。福岡県在住のモンゴル人留学生が倒壊している石碑を発見し、新党会長に相談を打ち掛けたことから復興計画が始まり、年内の完成を目指して募金活動を行っています。同行したアルタン・イルデン在福岡モンゴル国名誉領事の倒壊した農子さん石碑の復興をきっかけに、モンゴルと日本の絆がさらに深まり、この場所は世界平和の象徴となることを願っていますと述べました。次のニュースです。新たに50人がコロナウイルスに感染されています。過去24時間で50人にコロナウイルスが発見されたうち、首都ウランバートルで26人、地方では24人が新たに感染されているとのことです。自宅療養者は2264人です。これでモンゴルの感染者総数は98万283人になりました。コロナウイルス感染症が原因で2129人が死亡しています。以上、9月5日月曜日のニュースをお伝えしました。モンゴルの声ラジオ日本語放送課から
モンゴル日本外交関係樹立50周年記念に際し、月曜日から木曜日には毎日一つの謎謎を紹介します。今日の謎謎は、骨の中に銀、銀の中に金、これは何でしょう。答えは卵です。ここでお知らせです。モンゴルの声ラジオ日本語放送課から、モンゴル日本外交関係樹立50周年記念に際し、耳に一斉コンテストを開くことになりました。耳に一斉のテーマは、モンゴルと私の出会いです。知っているモンゴル人、モンゴルでの旅行、不思議なモンゴルなど、モンゴルに関わる皆さんの素敵な思い出、面白い話をちょっとした耳一斉にしてお送りください。一人投稿につき一エピソードずつ募集します。文字数は日本語で100字から500字までです。さらに番組の最後に毎回違うモンゴル謎日をお耳に聞かせしますので、皆さんがそのモンゴル謎日のお答えを一緒に耳一斉の最後に書いてお送りください。耳一斉公募期間は7月1日から11月1日までとします。11月には優勝者を発表し、投稿者には12月にささやかなプレゼントをお送りします。集まった耳一斉の中から番組で紹介します。またモンゴルを日本訳し、モンゴル公共ラジオ局のモンゴルの番組でも紹介し、モンゴルのリスナーたちにお届けします。モンゴルの声ラジオ日本語放送家宛てに書いた耳一斉を、ザ・モンゴル日本語大使館主催の日本とモンゴルと私50のストーリー耳一斉公募にもお送りすることが可能です。一石二鳥になるでしょう。皆さんお気軽にご参加ください。ここからミスラコダをなだめる習慣と題した特集をお届けします。習慣には牧畜業に関する習慣は大部分を占めます。これの一つは母家畜をなだめる習慣です。馬以外のミス家畜は産んだ子家畜を拒絶する場合があります。その時家畜の種類によって違う言葉メロディを使うのです。これはモンゴル人の家畜にどう接する伝統を見せた習慣なんです。音楽や歌を通して動物家畜に接する習慣は他国にあまりないでしょう。家畜を愛し繁殖してきた特別な伝統があるモンゴル人は、孤児になった赤ちゃん家畜を母家畜に慣れさせる方法を作りました。遊牧民のこの詳細の知恵は現在芸術になるまで発展しています。これを証明する一つの例、メスラクダをなだめる習慣をモンゴル人はユネスコの緊急に保護する必要がある無形文化遺産リストに2015年に登録させました。モンゴル語でメスラクダをインゲ、コウラクダをバットホと言います。インゲ・ミスラクダの妊娠期間は1年間で、2年に1回コウラクダを産みます。繁殖が遅いということです。初めてコウラクダを産んだ若いミスラクダは、生まれたばかりのコウラクダに乳を飲ませるのは至難の技です。
ウヤリクダはコールクダを自分の産んだコールクダと判断するのに時間がかかり、生まれたばかりのコールクダは父を逃げず衰弱してしまう恐れがあります。そこでモンゴルの遊牧民の間で母ラクダあるいはコールウソラクダをまとめる手法は大体使われてきました。コールクダを拒絶したウソラクダは個性の手別道にも飲めなくなって気の波も悪くなり、群れから離れて一方で遠くを見て時々振り返っては泣くようになります。そんな時遊牧民はラクダの星の心を通わせるための知恵を働かせ、ウソラクダをコールクダに慣らすため叙情歌を歌うのです。リンビ、ヨコブイやバトーキンの伴奏で特別の歌を歌うと母子が感動し心を通わせるようになります。この歌の内容は栄養たっぷりの乳を飲むために生まれてきた可愛いコールクダをどうして拒絶するのか、朝起きると唇をピクピクさせて待っている、どうか黒い乳を飲ませてやって、ホース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 などと何番まで歌うと、ウソラクダの目から涙がこぼれてコールクダに乳をやるようになるのです。バトーキンとウソラクダをなだめる伝統曲から聞かせましょう。家族はモンゴル民族楽器であるバトーキンの音色のもとに特別な歌を披露し、ウヤラクダを慰めるのです。この歌を聴いてウヤラクダは生まれたばかりのコールクダをようやく自分の子と認識し乳を飲ませるのです。この瞬間は亡くなる寸前にあります。これを受けてユネスコは近所に保護する必要がある無形文化遺産として登録しました。2015年11月30日から12月4日にかけてナミビアのウォートフォックでユネスコ無形文化遺産保護条約第10回政府間委員会会議が行われました。会議でモンゴルのウソラクダをなだめる習慣が賛成され、近所に保護する必要がある無形文化遺産に登録されました。ここで文化遺産センターの無形文化遺産担当した専門家サローロさんの話をお聞きください。この作戦としてはどこでも楽しませてみてらですプフィルの話からやーっぽりちゃくちゃなわぶさらくせんべい後藤家地区の水をなだめる習慣があるのになぜ完全に登録させず、ウソラクダをなだめる習慣だけを登録したのでしょうかと人々は聞きます。移動文明がある遊牧民の習慣には、五島家畜のウソ家畜をなだめる大文化、習慣があります。
初回無数楽だをなだめる習慣をユネスコに登録させまして、無数楽だをなだめる習慣の特徴が承認されたから、今後無数羊、無数ヤギをなだめる習慣をユネスコの無形文化遺産リストに登録される機会は我々にはあると思います。無数楽だをなだめる習慣を登録させた理由は、双子ボラコダは丸になっているからです。これは一つの原因になりました。緊急に保護する必要がある無形文化遺産リストに民族舞踊ビービール、叙事詩ソウルという足笛、モンゴル諸島ユンビール循環国境演奏、ミソラコダをなだめる習慣は登録されていますと語りました。最近鉱山開発が進み、世界的にも資源で優れているところがゴビで発見されています。これはラクダの牧場、ゴビの自然生態系の健康にも影響を与えています。我々は地球資源を使用するとともに、ゴビの自然と動物を保護する義務があります。双子のラクダを保護し繁殖させ、ラクダの牧場と水を保護するためゴビに住んでいる人たちと学者が努力しています。科学技術大学の教師博士でもあるボルト・バートルさんの話をお聞きください。말씀이솔직히힘들만하여서고스트인게하고어떤하고싶다이것은뭐다이것은뭐다이것은뭐다母と子供の名前を回復するため、ラクダに言葉を言って音楽を流すとは素晴らしいです。その結果愛が生まれて、お母さんガチコが高価チコを自分に超えて考え、高価チコは合心せず母ラクダを持つようになります。経済的な意義もあります。高ラクダを拒絶した場合、あるところではお気をしてもらいます。それでもダメだったら夜コーラコダンを引いて転がらせます。理由はコーラコダンに火を近くすると、動物は無理を保護する生来の本能反射で拒絶してコーラコダンを守り、火を持った人に攻撃します。動物にも生来の反射を使っているわけです。犬を吠えてもらいます。犬がコーラクダのそばに吠えると、犬に襲いコーラクダを殺します。馬頭琴を弾く習慣について、19世紀半ば頃、ビクターアルバンヒールのシペン・バンチという学者、高貴な騎士が記し残しました。彼のチベット語で書かれた有名な本があります。その順には、牧畜病、家畜を放牧する方法以外、家畜治療について記されています。また、アスラクダがコーラクダを拒絶した場合、ホースホースと歌います。歌ってもダメだったら音楽馬頭琴を弾きます。それでもダメだったら、ウィンビという口笛を吹くなどで詳細に書いてありますと語りました。モンゴルに世界にいる総双子ボラクダの 30% くらいがいます。日照りに強いモンゴルの気候、モンゴル人の生活に合ったこの動物を、モンゴル人は弥勒菩薩マイトレイヤーの乗り物、天の動物、神様の乗り物などと名付け、お名前愛してきました。今日はユネスコに登録したモンゴル遺産シリーズで、ミスラクダをなだめる習慣についてご紹介しました。番組の終わりに、コーラー歌手バイソルンさんによるコーラクダの歌
そういう曲をお送りします。どうぞお楽しみください。